ープニングで石川が川島の大ファンであることを告白。漫才の冒頭で川島が繰り出す、キリンですという自己紹介のフレーズが大のお気に入りだという。そこで川島は MC の有田哲平に促され、持ち前の低音ボイスで、キリンですを披露する。憧れの美声を聞いて大喜びの石川は、川島さんにもう一つお願いがあるとリクエスト。これをきっかけに川島は不思議な世界に迷い込む。特集のテーマは、激論。今年あったニュースを徹底的に深掘り。最初に取り上げるニュースは日本の GDP に関するもので、脱力メンバーは日本の景気回復について議論を戦わせていく。しかし、難解な専門用語が飛び交う激論に川島は戸惑いを隠さない。すると有田は、ある事実を明かし、川島が芸人として審査会地を開拓するというエンディングまで番組の行方を見届けてみては